ハイサイグスーヨーチューウガナベラ三振エヴァンジェリスト前ちんこと前田明やいビキーンイエイ。さあ今日も楽しい三振ライフを届きサビラ、ね、4月に入っても、もう半分過ぎてね、もうすぐゴールデンウィーク近いですけども、きっと、ね、また第4波ということで、大変な賑わいになりそうな、沖縄でありますけども、全国つつうらうら、皆さんね、あの日々、健康に注意しながら、ね、一番、ストレスとか、この寝不足とか、ね、そういったのが、良くないようでございますから、ぜひとも日々、三振を引いて楽しく楽しくいきましょう。そしてまた、ゴールデンウィークはですね、きっと、お休みがあって、時間が、有り余るっていうね、感じになるんじゃないかなと、今思っておりますけども、さあ、そんな、時にですね、実は、先日、メールがありまして、こう、からくいね、このからくいね、特に初心者の方とか、初めて三振を初めてこのからくいとかですね、間違えてこうポキって折ったりですね、いろんなことを、されて顔が青ざめてしまう、そんな、経験をされていくと思います。まあしかしですね、それを、克服することもですね楽しみなので、今日はですね、後でまたこの下の方の、リンクに、今 YouTube でですね、このからくいを自分で削って、修理できるね、動画もありますから、ちょっと探してからですね、貼り付けておきますから、それを参考に、自分でね時間が、作ってやってみてくださいね。ヤスリがヤスリね、このヤスリごてがあれば、結構気軽にですねできますのでね、こういう通販でもね、おそらくこうからくいできてるのが売ってると思います。だいたいこういう感じで売られててですね、まずこの糸を通す、弦を通す穴をですね、やっぱ開けないとですねいけないですので、穴開けは、削った後に、やられると、いいと思います。そして、削り方はですね、こうその三芯の方こうなってますよね。でここに穴が開いてます。この穴にこの入れるんですけども、もうこれ以上入らないわけですね。もうこれ以上入らないということは、入れるためにはこう削っていかないと入らないということで、自分でですねこの調子を見ながら、このいい位置に来るまでですね、削っていくんですよ。ここの穴は大きめ、そして、ここの受けの穴は小さめに、竿はですね開いてますので、大体の穴っていうのは似てるんですけども、作り手特にですね、この、穴開けの、その大きさっていうのはですね、なかなかまちまちのところがあってですね、自分でやっぱり削って調整しないと、なかなか、そのままプッということは無理なのでね、削ってください、時間を作ってですね、これも、一つのね工作のつもりで、やってみると楽しくなると思います。そんな感じでですね、ここをですねこうヤスリでこう回しながらですね削っていくと、細くなってきます。まあ鉛筆と一緒ですよね。鉛筆はカッターかなんかでやりますでしょ。それをこうヤスリでやるっていうね感覚になります。削るとですね、大体こう先っぽがこういうね、もともと同じのがこう
先っぽがね違うでしょ、うん、こういう感じで削っていくんですね。でそしてこれにピタッてこうはまるとですね、こういう感じでねはまるわけですよ、ピタッてね、そうすると、あと楽しくなりますね、でっけたーみたいな感じでですね、楽しくなっていくのでね、ぜひとも、このマスターしてくださいね、難しいことは、ないと思います、本当に鉛筆を削るようにですね、これをあのヤスリに変えてちょっちょっちょっとですね回しながら、このいろいろと工夫が、この工夫あるビデオを探しましたのでね、それを参考に、ね、今度のゴールデンウィーク やられてみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、この自分で、ね、こう倒したりこのすると結構折れちゃうんですよね、ポキってね、そういう時に、どうしようってね巻いた時は自分で削る技をね磨いておけば、青ざめることはないと、結構県外の方はですね、こうすぐこうもうこれを送ってくるだろうっていうですね思いがあるみたいでですね、これすぐ送れませんね、ちゃんと穴に合ってるかどうかをですね調整が必要なのでね、しかしこの竿をね送ってもらったら大変ですから、やはりこういったちっちゃな修理はですね削って自分で削り方を覚えてやった方がいいです、その方が、お金もかかりませんしね、楽しいとも言います。面倒くさい人は送ってくださいね、お金がある人はどんどんお金も使ってくださいね、世の中にお金を回しましょうね、ということで、今日は初心者がね困った時の、まあ自分で解決する方法に参考になればと思って動画を撮ってみました。ね、すぐ刺せば送れば刺せるという、ものではありませんからね、自分で、これぐらいでしたら、楽しみながら、やれていくと思いますので、どうぞ、そういったことを、覚えてみてください。これも三線の楽しみ方でございます。ということで安心、またよろしく。